おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭義人です。本日の放送は、焼肉マフィアは会員制ではありません、奇跡の尾崎牛のコースが1万円で食べられる焼肉マフィア池袋店を誰よりも応援していますという、鍋オーナー兼営業部長の弁護士白戸陽子さんの提供でお送りいたします。白戸陽子さん、いつもいつもありがとうございます。イベントもいつも来てくれて、誰よりも笑顔で楽しんでくれてありがとうございます。大好きです。このボイシーはですね、今プレミアムリスナー大募集中でございます。毎日10分鴨頭義人が喋ってます。しかも喋ってる内容は YouTube や講演会のようにすでに法則化された内容ではなく、現在進行形の、もう最近はビジネスの話ほとんど、まあでもチップの話もしてるので、ビジネスと社会貢献の物語をどん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 喋っておりますので、きっとビジネスをされている方や社会貢献活動をされている方にとってはむちゃくちゃ刺激と学びになる、そんな放送になっていると思いますので、ぜひこちらもチェックしてください。最後にお知らせです。2月16、17の2日間で、ビジネスをバッチリ鴨頭義人から学べるビジネス実践塾 2days という大人気講座開催されます。こちらでもですね、売れた商品、今回ね、特集をやろうと思ってて、鴨頭義人、東京鴨頭ランドの、失敗ビジネス大公開、どうやってこけたかという話と、そのこけた商品をさらにリメイクしてちゃんとヒットさせてるのが4つあるんですよ。その4つの大失敗の商品と、どうやってそれをヒット商品に変えていったかという具体的な、ね、内容を発信しようと思っておりますので、失敗から学びたいという方はぜひ2月の16、17日のビジネス実践塾 2days お申し込みくださいませ。さて、今日はもう最近なんかあれですよ、東京鴨頭ランドのヒロキングさんと、はい、あと東京鴨頭ランドの、影の存在、古澤大志さん、はい、あなた影の存在の割にボイシーにはよく出てますよね。ボイシーではまあまあ表に出てる古澤大志さんですが、ちょっとね、今日はリスナーの皆さんと、みんな聞いたことあるけど本当に中身分かってますか、まん延防止重点措置というシリーズをいこうと思います。これね、正直言っていいですか、まず僕の反省から言っていいですか。僕ね、焼肉マフィア池袋店を開ける前までよく分かってないけど流してた。でも今やってるんでね、流すわけにはいかないので、で多分ね、こう聞いてくださってる方の中にも熟知してる方もいらっしゃると思いますが、おそらくよく分かってない人の方が圧倒的に多いんじゃないかということで、ちょっと整理しようと思います。まず大前提、まん延防止重点措置の対象は今回16都県でございます。東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎、そして広島、山口、沖縄です。で、実は広島、山口、沖縄だけ終わりの日程が違います。広島、山口、沖縄はまん延防止は1月31日で終わりですが、それ以外の東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎は2月13日までです。まず終わる日程違います。広島、山口、沖縄早かったんですね。はい、早めに出したからです。なるほど。一応言っていいですか、早めに出たら早めに終わるは何基準。コロナって都道府県別に広がって県境をまたぐと遅れたりとか早まったりとかするってことでよろしいですね。なるほどね。もうね、不思議なことが多すぎるんで、なんなら日本地図を思い浮かべていただいていいですか。沖縄はかなり離れてるからなんとなくわかりますね。広島、山口って中国地方の端っこですよね。でもね、広島、山口は1月31日で終わりですが、長崎、熊本、宮崎は1月21日から2月13日です。なんで間抜かしたの。確かにね、なんで間抜けてずれてるんだ。地図見ると分かりやすい。そうなんですよ。本当だ。それぐらいですね、不思議なことが起きてるっていうことなんです、うん。さあ、まだまだいっぱいありますよ。まん延防止に伴う政府の方針からいきます。飲食店のみです。まず制限は飲食店のみです。それ以外は制限なしですからね、いいですね。飲食店は時間短縮営業を要請命令です。さあ、来た、要請と命令、どっちだ。
どっちなんだ時短営業要請命令となっております。どっちなのかわからないんですよ。次いきます。酒類の提供停止を要請命令です。要請命令、要請命令っていう日本語僕習ったことがない。本当だ。さあまだいくよ。認証店の営業時間は午後9時までで、非認証店は午後8時まで酒類の提供禁止でございます。はい、要は非認証店舗と認証店舗は営業時間が1時間違うだけです。本当だ。その違い1時間違うだけですよ、うん、なんでだ、何の違いだ。非認証、うん、非認証店舗は1時間早く閉めれば営業していいんだよ、うん、でも認証店舗は1時間だけ長めに営業していいんだよ、うん、この1時間の差は何の差なんだ。もう一個今のところね、一つもわからないことっていうだけですね。ちなみに酒の提供の停止は国は関係ありません。知事の判断に委ねると書いてあります。お、ね、酒類の提供は一応政府の方針はいいですか、もう一回言いますよ。非認証店舗は酒類提供不可って書いてあるんですが、酒類の提供の停止などは知事判断って書いてあるんですよ。どっちどっちなの政府の方針は非認証店舗は酒類提供不可って書いてあるけど、酒類の停止などは知事の判断って書いてあるんですよ。これ責任をどっちなのかわからない日本語なんですよ。ちょっとよくわからないですね。よくわからないですね。ここまで。あと検査については全員検査により会食やイベント参加の人数を緩和。日本語わかりました？検査については全員検査により会食やイベント参加の人数を緩和。緩和ってことは元々の基準があるんだよね。教えて。そんなのあんの今。ここさらに書いてますね。ね、知事判断で運用しないことも可。整理が全くできない。そう、政府からはこうしてほしいが最後は知事が決めてるからねと言いたいんだと思いますよ。さあ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 、もうちょっと突っ込んでいっていいですかね。関東近郊行っていいですか。はい、千葉県、あ、東京都から行きましょうか。東京都はどうなってるか。はい、午後9時まで酒類の提供可能です。認証店はね、認証店以外は午後8時までで酒類の提供なし。これ政府と一緒だ。じゃあ千葉県は違うんだよ。千葉県はそもそも認証店というよりもワクチン検査パッケージ適用店と認証店非認証店は同じです。もう分かりました。意味分かります。千葉県はね、だから東京都は認証店と非認証店で基準が違います。午後9時まで営業、酒類提供可能、これ認証店ね。で、午後8時までで酒類提供 NG が非認証店。千葉県は違いますよ。千葉県はまず分け方から違うんです。認証店と非認証店はどっちも酒類提供 NG、 午後8時までなんです。あ、そうなんだ。その代わりワクチン検査パッケージ適用したお店だけが午後9時までで酒類提供5時8時半まで OK。 千葉県で認証店取った人の怒りや。千葉県は認証店を取っても意味ないです。よろしいですか。神奈川県行っていいですか。午後9時まで酒類提供、あ、午後9時までに、これはね東京都と一緒です、ね、午後9時まで認証店は、営業しておくて酒類提供8時まで、非認証店は午後8時。ちょっともう一回言っていいですか。認証店かわいそくね、うん、酒類提供午後8時までで午後9時までの営業なんでしょ。お客さんは何、まあいいやもう、東京と神奈川同じ、新潟も同じ、岐阜県は全部午後8時までで酒類も禁止。認証店だろうが酒全部禁止。うん、要はもう、禁酒法です。岐阜県、岐阜県の飲食店は酒1店舗も出せません。認証店だろうが、岐阜県です。ああ、愛知県もっと複雑ですよ。愛知県言っていいですか。愛知県、東栄町と豊根村除く52市町村の基準になってますね。だから2つの町だけは普通に営業できるんじゃない。なるほど。愛知県の人は東栄町と豊根村に行きましょう。お酒が飲めます。
ちょっと次のチャプターいきますよ。まだまだいくよ。三重県いきますよ。三重県はこれがまん延防止が適用される市町村の名前が並んでおります。桑名市、いなべ市、木曽岬町、東院町、四日市市、瓜野町って読むのかな、これ旭町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松坂市、滝市、明和町、大町、伊勢市、間違ったらごめん、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢町、津戸町、大木町かな、名張市、伊賀市はマンボウですが、それ以外はマンボウじゃないです。へえ、すごい複雑。町がずれればコロナは大丈夫なんだよ。へえ。営業してもいいの、12時までだろうが24時間営業だろうが OK だけど、今言った市町村だけダメです。へえ。はい、広島県全部酒ダメ、午後8時までです。山口県全部、あ違う、山口県岩国と和木町だけ。あ、本当だ。山口県は面白いよ。岩国市と和木町だけ午後8時までしか営業しちゃダメだし、酒類も提供しちゃダメだし、認証店だろうがダメですが、この2つの市以外は24時間営業、酒出し放題です。県って言って も限られてますね、本当に。もうこれ全部読んで大丈夫ですか、これ今日長丁場になりますけども、もう飽きた人はね離脱していいです今日は。もう気の済むまで僕読ませていただきます。香川県、いいですね、読みますよ。高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、讃岐市、これなんていうものかな、三方市、間違ったらごめんね、土生町、小戸町、宇多津町、多度津町、東香川市、三木町、琴平町は認証店は午後9時までで、酒類は午後8時で、非認証店は午後8時まで酒類提供なしです。長崎市、これも来たね、長崎市と佐世保市だけ8時までしか営業しちゃダメで、酒類提供全部ダメ、認証店だろうがダメ、それ以外は飲み放題。熊本県は全店9時までで酒類提供、認証店 OK で、非認証店は午後8時まで酒類提供なしね。これはシンプルね、午後8時までっていうお酒がないのね、もう聞いてる人分かんないよこれ全部。宮崎県はね、都城と三俣町だけは、全店午後8時までで酒提供なし、限定パターンですね。それ以外は全部 OK。 これさ、例えば都城市の端っこの飲食店の人どう思うんだろうね。ちょっとのところでは超 OK、 通り向かって向かいはガンガン酒やってて、いらっしゃいませこちらやってますよっつって、自分だけは8時までで酒ごめんなさいって謝ってんだよ。起きますねそれ。起きますよそりゃ。まあそれ言ったら県境も全部そうなんですけど ね、まあ、ね。いやいやいや、さあ、ここからは企業の代表的な大手の企業の対応だけご紹介いたしましょう。渡美さん、対象地域内の飲食店すべて時短営業です。グローバルダイニング全部通常営業、従いません。来たね、グローバルダイニング。そうですね、ほらもう音なんか男らしいな。すき家、牛丼のすき家さん、店内飲食は時間短縮にして持ち帰りは24時間。そうだね、見慣れてますねこれ。マクドナルド、店内飲食は時短営業、持ち帰り宅配は24時間、まあ24時間というか通常営業。さあ、イベントは札幌雪まつり2年連続中止。うわ、これなんて読むんだっけ、白川郷でいいの。そうですね、ライトアップしません、暗いまま真っ暗です。あのカレンダーで美しい白川郷はない。これなんて読めばいいんですか、全国都道府県対抗男子駅伝中止、上野動物園11日から休園、オリエンタルランド各パークのあれね、ディズニーランドね、1日最大2万人まで OK、 2万人以上は入れません。これどうやんの、2万5000人いっちゃうじゃん、5000人はゲートで返されるの。チケットそれしか販売しないじゃないですか。ディズニーランドってその場でチケット買えるんじゃないんだ。あ、当日券も買えるかも、分かんないな、複雑だな、わ、どうやってるんでしょう、大変ですね、大変ですね。読売ランド様5000人まで。うーん、何がダメなんですかね。札幌駅祭り中止なんすか。中止ですよ。ね、緊急事態宣言とマンボウの違いは何か。飲食店などには時短の命令要請のみ可能で、休業要請はできない。うーん、あ、そういうことなんだ。つまり営業は停止する権利はありませんが、時間短縮の命令と要請はできる。
もう未だに命令と要請常に並んでますからね。本当だ。命令と要請の区別は一個もないんですよ。命令要請なんですよ命令要請なんですよ。いいですか。命令要請って何ですか。なんか新しい。これは命令なんですか、それともお願いなんですか。広辞苑で調べて命令要請ですからね。命令要請。これちょっとうがった言い方していいですか。どっちでも取れるようにしてやりますよね。要は命令だって言って、例えば飲食店側とか事業者が命令するには法律を変えなきゃダメじゃないですかって行政に言った時に、いや要請ですって言えるようにしてありますよね。それ以外あります、命令要請っていう表現の目的。それ以外にありえないじゃないですか。初めて聞いた。命令要請ですよ。あ、命令と要請の間に点が入ってるんですけどね。命令か要請かって言ってるんですよ。全部が命令要請です。だけど罰則あるんですよ。まん延防止の命令要請を拒否したら20万以下の罰金です。いいですか。命令を無視し拒否したら罰金は何か分かりますね。要請だよ。お願い拒否で罰金取れるんだよ。要請で罰金取れるんでしたっけ。いやちょっと合わないですね、つじつまが。お願いを無視したら罰金ですね。え、本当ですかね。これ裁判やっても本当にそうなるんですかね。これ払ったもん負けだと思う人いませんかね。確かに払わなきゃいいじゃんって思う人出ませんかね、この表現。確かに、ね、緊急事態宣言とまん延防止の違いは、休業が要請できるか、まあ休業が命令要請できるか、できないかの違いです。命令要請すごいね。まあ、つまり飲食店専用のルールです。そうなってますよね。なってます、ね、明らかに飲食店専用ですね。休業のと休業じゃないのの2つの違いは。さあ焼肉マフィア池袋店守ろうと思います。命令要請、命令要請を理解できないまま盲目的に受け入れます。納得してないが受け入れるという方針でいこうと思います。理由は好感度が落ちるからだ。それ以外の理由などありません。全く理解してないし納得もしていない。なぜ飲食店だけなのか全くわからないし、なぜ9時なのかもわからないし、なぜ8時なのかもわからないし、なぜ酒類の提供がコロナと関係あるのかも理解できないし、なぜ県によって違うのかもわからないし、県の中の市町村によって違いがあるのかもわからないし、国の要請と都道府県の命令要請の違いがあるのもわからないし、そもそも国がちゃんと宣言を出しているにもかかわらず容認だよね。でも都道府県が最後に出すか出さないか決めんだよって逃げてるのも全くわからないです。わからないことしかありません。都道府県によって、まん延防止のタイミングがずれてるのも意味がわかりません。逆に言うとずれてる県があるのにみんな揃ってる県もあるのもわかりません。一個もわからないが、時間短縮します、営業短縮します。理由は責められるからです。誰に責められるか言いましょうか。国民です。別に東京都怖くないです。これおそらく裁判しても負けないと思います。こんな曖昧なものは守れないから、どうやっても説明できないと思います、行政も。ただし国民が許さないと思う。鴨頭義人のように影響力があって認知がある人間がやってる飲食店を潰したくてしょうがない人たちが一定数いる限り、これは受け入れざるを得ないので、焼肉マフィア池袋店は全く納得いかないし理解もできないし、そもそもこのまん延防止重点措置の連絡来ません。全く店に来ていません。僕はニュースサイトを自分でチェックしてるだけで、お店に連絡、電話もなければ書類もありません。が守ります。なぜならば国民に責められるお店だからです。さあここで一言だけ最後に締めさせていただきます。焼肉マフィアのステージパフォーマーは本当にかわいそうだと思う。鴨頭義人じゃなければ働けたんだ、全力でお客様にいらっしゃいませって言えたんだ、
ありがとうございますって言えたんだ。でも焼肉マフィア池袋店のステージパフォーマーは言えないんだ。なんてかわいそうなんだと思ってます。今日はかわいそうで終わり。申し訳ございません。今日は取り乱してしまいました。最後にお知らせでございます。今ね、夢を叶える実現装置、クラウドファンディングのカモファンディングを応援中の、加納理恵さんのクラウドファンディング、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。2冊目の著書である、うまくいってる女性起業家だけが知っていることという本がですね、これ本当にねワークがいっぱいあって、ただ読むだけじゃなくてワークできる本になっておりますので、まあ、すごく実用的でね、ビジネスを始めたばかりの方やビジネスを始めてね、もっともっとこうレベルアップしたいという方にはぴったりの使える、ビジネス書になっておりますので、ぜひぜひクラウドファンディングでチェックしてみてください。